こんにちは大橋です今日はこういうやつを買ってみましたフロントホイール用のホイールクランプですヤフオクで3000円ぐらいで購入できました用途とか使い方はこれ動画見てもらったら分かると思いますすでにクロスカブが乗っかってる状態からなんですけどこれ見てもらったら分かるようにフロントタイヤを固定することによって 車体を垂直に維持するっていうやつですねこれぐらいの車体なら特に重くもなく上げたり下ろしたりするのは問題なくできますタイヤの太さにもよると思うんですけどとりあえずは保持できてるみたいです次は PX でやってみますベスパの方でメインに使いたかったんで10インチまでいけるやつを 探して買ってみたんですけどどうなんでしょうねピンの位置の差し替えで10インチから18インチまで使えるみたいですただ可動部分がやっぱり増えるとちょっとカチッとした感じにはならないですよねちょっとグラグラした感じは残ってしまうのはこれ仕方ないんですかねこの手のベスパでリア周りの整備する時に リアフェンダーのところにジャッキかけるんですけどある程度まで上がるとセンタースタンドが自動で跳ね上がってそしてまあ車体がバランス崩してこけそうになるっていうまあ実際何回かこかしたこともあるしこのホイールクランプで車体が保持できたらちょっと整備しやすい感じになるんですけどねこれ分かりますかね右が重すぎて。 車体が右に倒れていくんですエンジンが右に乗ってるんでどうしても重量バランスが右寄りなんですよ。これ結果的には左側に少し傾ける感じで止めると一応立つんですけどこれ日常的に使うのはちょっと怖いですよね。これ今回は試してないんですけど。 普通の10インチのスクーターならちゃんと立つんですかね今度また一回試してみます。ウルトラでも一回試したんですけど、あれも少し保持しにくい感じでした。これが皆さんのバイクライフの役に立てば幸いです。